はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学1次関数の利用2、水槽の基本編をお送りします。で、前回からね、1次関数これの利用がスタートして、前回は料金編をやらせてもらいました。で、今回は水槽の登場です。で、しかも基本編ってなってるんで、次に応用編が続きます。まずはここを押さえよう。いいね、水槽の問題はね。で、問題は大きく分けて2つです。左と右だね。で、4問4問、計8問になってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあやり方覚えちゃうとね、すごくシンプルで簡単なとこなんだけど、まあちょっとね、最初からやるとあれどうやってやるんだっけって思う子がいれば、一度ね見てもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ早速ね、左から説明始めていきますんで、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。まず左から。で、水槽の問題は、まあ、必ずね、水槽、まあ、水槽とかあと浴槽とかも出てくるけど、まあ、水を入れたり抜いたりする問題が出てきます。で、今回も20リットル入る水槽があると。で、そこにもともと水が2リットル入ってて、ここに満水、全部ね、いっぱいになるまで毎分3リットルの割合で水を入れる。水を入れ始めてから X 分後の水の量を Y リットルとするという問題です。で、あのね、この水槽の問題って問題文が長いんだよ。ちょっとそうするとね、長いだけで、ああもうやだ、やりたくないってね、思う子が多いと思うんだけど、そこはね、しっかりね、ちょっと粘ってみよう、ここだけは。で、あのね、内容をつかんでほしいのは、まずこの水槽がいくつ入るのか。今20リットルね。そこにもともと2リットル入っていると。いいかな。で、ちょっと簡単に書くと、ちょっとね、幅的な問題で無理なんだけど、全部で20リットル入る。で、最初から2リットル入っているので、ポイントなのはここだね。毎分3リットルの割合で水を入れるから、1分間に3リットルずつ入れていきます。つまり1分経ったら 2+3 で5になる。2分経ったらまた3リットル入れるから8になる。という感じで3ずつ増えていくっていう内容なのを掴んでください。いい？それが掴めると超楽です、ここ。では、行きましょう。まず、y を x の式で表します。で、これ、y は、から始まるんだけど、今ね、3リットルずつ入れていくんでしょ？3ずつ増える。3ずつ増えるから、それのほにゃららずつ増えるっていう部分が傾きになります。3x ってね。で、もともと2リットル入ってるんだから、そのもともと入ってる2リットルを足し算で後ろにくっつけて、これだけで完成です。あのね、もう一回言うよ。ごめんね、しつこいんだけど、もう一回言わせて。数字逆にする子が出てくるからさ。3リットルずつっていう、ずつ増えていく。ね。そうやってずつ増えていく数字が傾きです。で、もともと入ってる数字が切片。後ろに来てください。いいかな？で、次。ね、苦手な子。てか嫌いな子が多い変域です。で、今回 X の変域を聞かれてます。で、変域が出てきたら、その文字を真ん中に書く。右に口が開いてイコールがついてるやつを2個書きます。ちょっと顔文字みたいになっちゃうんだけど。で、ここに数字が入るんです、2つ。で、この数字の探し方を説明します。いくよ。今 x の話をしているね。で、 x っていうのは x 分後だから時間です。で、この問題ってちょっと戻るけどね、もともと水槽があるでしょ。で、水を入れていくじゃんか。永遠に続くかって言ったら続かないんだよ。だっていつかいっぱいになるんだもん。だから何分後か、いつか止まる瞬間があります。水を止めなきゃいけない瞬間。その今 x 時間だからね、何分から何分までこのことができますかっていうことを聞かれてます。で、まずいっぱいになる方からいきましょう。3リットルずつ入れていくね。で、20リットルになる瞬間を考えます。で、もしちょっと計算がね、わかんないって思う子は地道に数えてごらん。それでもできるから。どうやってやるか。1分経ったら3足すから5リットルだね。ちょっと聞いててね。2分経ったら8リットル、3ずつ増えるから。
3分後は11リットル、4分後14リットル、5分後17リットル、6分後20リットルなんです。つまり6分経ったらいっぱいになるので、そのいっぱいになった瞬間の6分の6がここに来る。で、もし計算でちゃんと出せる子はね、いっぱいになる瞬間って20リットルの瞬間でしょ？つまり、Y のとこに20を入れちゃえばいいんです。20は 3X プラス2って、これ解くと普通に6って出てくるから。いい？で、解いてください。で、これが6分。一番最大になった時だね。で、X の少ない数字、それはスタートする時間だから、もちろん0分です。なので、X は0から6っていう、これが答えになります。で、Y も同じです、考え方は。まず Y 聞かれてるから、右に口が開いて、イコールがついてる、これで囲みます。で、こっちから言っちゃうよ。Y っていうのは、Y リットル。だね。なので、あ、こっちからねえや、こっちから行くね。Y リットルなので、水の量を聞かれてる。で、水の量が一番多い時と、一番少ない時について考えます。で、まず一番多い時だね。っていうのは、もちろん、水がいっぱいになった瞬間だから、20リットルだもんね。一番多い時はね。で、OK。で、ここ、ね、間違って0って書いちゃダメだよ。これ最初から2リットル入ってるから、一番少ない時は2リットルからだからね。だから、2から20っていう風になります。これが考え方、変域のね。いいかな？で、最後。3分後の水の量は何リットルって聞かれてます。で、こういう風にね、数字が出てきたら、1時間数はこれが X と Y どっちなのっていうのを調べてください。で、それを調べるのは単位です。今、分がくっついてるから、X の仲間だね。つまり、これは X なんです。3っていうのは。それを自分で作ったこの式の X に3を入れてごらん。そしたら、Y イコール、サザンが9、足す2、11となって、これがそのまま答えになるから。ね、入れるだけで終わります。いいかな？これが水を入れていく問題です。で、右行きましょう。次は、深さが50センチ。今度リットルじゃなくてセンチだからね。50センチの水槽に水が満水になってます。もう最初から満タンで入ってる。50センチ分ね。ここから毎分2センチメートルずつ水を今度減らしていきます。いい？で、水を入れ始めてから X 分後の水槽の底からの高さね。高さが Y センチとします。大丈夫かな？で、確認をすると、最初から50センチ入ってる。で、毎分1分間に2センチメートルずつ水を減らしていくんです。大丈夫かな？っていう問題。で、まずね、答えから書いちゃいましょう、ここ。どっちがいいかな？逆にして青にしていこうかな。Y は、さっきもやったように、こっちは3リットルずつ入れていく。3ずつ入れるから 3X。こっちは2ずつ減らしていくので、減るからマイナスね。2X。で、もともと50センチ、50入ってるから、プラス50と。これで式完成です。いいかな？で、こっちと同じような図を書いてみると、ごめんね、幅の関係で失礼します。もともと50リットル入ってると。全部ね、こうやって。そっから、あ、50リットルじゃない。ごめん。50センチ入ってる。で、1分間に2センチメートルの高さ分ずつ減らしていきます。出していく感じ。1分間でね。で、この状態で X の変域を出しましょう。で、またね、変域聞かれてるんで、X、右に口開いたイコールだね。で、さっきと同じで、X、またね、時間を聞かれてます。つまり、何分から何分まで、ね、これができますかって聞かれてる。で、時間の問題なので、まず絶対0分スタートなんだよ。最初スタートがあるからね、0分から。で、何分で終わるかな？つまり、全部出ちゃうのって何分かなって考えます。で、これね、意外とね、計算あんましなくてもいけると思うんだよね。
2ずつ出していく。で、50分あるからね、50センチメートル分ずつあるから、2ずつ出してしまうと、50割る2で、25分後に終わります。いいかな？もし、ちょっとね、わからなくなったら、全部出ちゃうときが終わるときでしょ。つまり、全部出ちゃうときって、Y、高さが0のときなんだよ。だから、ここの Y に0を入れて、この式を解くと25が出てきます。いいかな？まあ大事な知識、知識というかね、発想としては、何分でこの作業が終わるのっていうのを考えてください。で、次、Y の変域だね。はい、よいしょ。で、右に口を開くと。で、Y は、そこからの水位、つまり、そこからの高さだね。で、高さ。一番水が入ってるのいつって言ったら最初の50でしょ。つまり50が一番入ってます。いい？で、一番高さがなくなる時っていうのはもちろん全部出した時、つまり0センチだよね。だから高さが一番低い時は0センチ、一番ある時は50センチと、ちょっと消えたね。こういう風にやってください。こっちはね、0で OK です。ここはダメだったけどね。いいかな？ Y を考えるときは、一番高さがあるとき、一番高さがないときで考えてください。で、最後。そこからの水位が16センチになるのは何分後って聞かれてます。で、またね、こっちと同じで数字が出てきた。そこからの水位が16。この数字が XY どっちなのを探します。で、単位を見る。センチ。センチはこっちか。つまりこの16って Y なんだよ。だからそれを自分で作った式の Y に16を入れます。16イコールマイナス 2X プラス50です。で、こっち持ってくると 2X は16持ってくると34か。つまり X は17分後とね、こういう風に求めてください。いいかな？これがね、水槽の基本編、水を入れるとき、そして水を抜くときの問題の解き方になります。では、今回はね、中学校2年生の数学、1次関数の利用、2、水槽の基本編についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも、ね、話をしたように水槽の応用編が待ち構えております。次ね、まあ、この知識を使ってやっていくんだけど、確かにちょっと難しめです。なので、まあね、ぜひ見てほしいとこなんですが、ちょっとね、数学が苦手な子は飛ばしてもらっても構わないです。次の問題はまずはね、まずはここをちゃんとできるようにしてください。いいかな？では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。